それではですね、今回はダットもやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。では行きましょう、コンティニューはい、ということで、前回はですね、悪夢の辺境、かなり旅をしまして、4万とか5万ぐらい多分ロストしたんだよねかなりですね、あの八強のあの敵にちょっとかなり手こずって、かなりまあロストしまして、今日はまあショートカットね、最終的にまあ開けてここにまあ戻ってこれたので、今日はそこから行こうかなと思います。では悪夢の辺境からスタート。さあ、エレベーターを下っていくんですね。そしたらなんかすごいボスっぽいなっていうところにもう毎度毎度ね、働くこの勘ですけども、まあね、いろいろという面やってますからね、ちょっとまあ気づくところは気づくんですけどもということでね、そこへ本日は向かって、まあおそらくボスなんだろうなというところで、今日はボス戦かなというような感じでございます。はい、炎の結晶石か、炎武器になるってことだこれね。炎武器ってさあないよね、今まで初めてだな。ちょっと今度じゃあつけよう。はい、でちょっと戻しておく。でこれいるんだ、いるので、5発かこいつ。ここは降りていいんだよね。あそこに行きたいんだから、ここは降りていい。ここに、あそこに一体と、あとはこのうねうねだけなんで敵はなしか。ああ、じゃあ敵は2体だけなんだね。じゃあ2体倒して、ここにやってくれば、OK。行きましょう。この広さで撮られたアメンドーズ、どこどこ、あー怖い、あれだ、あのこのそこのビールってきてたやつ、あー頭と腰みたいなところ乗っ込んでいけるんだけど全然届かない全然届かないよ。下へ食らっていたところで行って全然届かないんですけど、どうすんの、手か、ダンマックスで、ここで14、待って、足は硬いのかな、じゃない、どれが手どれが手で、まずどれが足、まあ最初ここから来た時184ぐらい入ったんだよね、確かに。一旦来る、あ、わかった、あれー、 OK、 まず右手行きました。これかな、手を4本これ入ってよ、キッパさん、手が4本あって、一度手を振ると2本来るかな、4本来たな、これ今な、一歩振りで4本、じゃあ一振りで2本ずつ来るから、ただ合計両方振ると4本くってことになる。で、この段階にね、あ、取ったぜ、138、なんか出してる、なんか出してる、なんか出してる、ビターン、これはビターン、ビターンな、
う。あ、ない。ビターン、ビターンがチャンスなんだよ、ビターンが。どんどん。ゲッタ、ナイスナイスナイス。これロックにした方がいいのかもしれないな。とロックン弾に付けるのと、ま、間違いかもしれないこれ。おお、ハッキー取ってこれで切る。オッケーですね。なるほど。で、切る。なんで今ね、散々ね、僕らをね、変なところでね、そういうタイプをされてたら、ふわーんってね、黒いやつで、なんか、ワンクしたか、わかりませんよ、こっちは。いい感じだな、ね、別に。で、ぐちゃぐちゃ。今、6割くらい、4割だった。あと半分ぐらい。頭300くらい。でもちょっと頭と逃げ切れないことが多分起こるので、やっぱ手だな、安定の。あんまりこのビームは命中率というかあんまり高くないので、まあ回復な。当たらないと、なに。あら、落ち着いていこう。これを誘って、2回。ハーム来た。これを誘って、2回切る。はい。リターン、これリターン、ハッキーハッキー。リターンが来て、やりきりー、コージー。おー、腕が抜けたー。私腕ドンクバージョンになってこうやって、腕抜けたんですけど、自分の腕を武器にしていくパターン。あ、回数増えてる、一気に。でもしかし、内臓攻撃や入って倒しました。イエーイ。仮面道具一発撃破です。やめるローランの聖杯、イエーイ。やったね。いやー、ちょっといろいろとびっくりドッキリでしたが、そんなにね、あの動きがでかかったからね、そんなに動きが激しくなかったんで、まあそんなに苦戦はしませんでした。これ先がないパターンだから、多分これ行き止まりか。聖杯はさ、聖杯を取るとさ、大体行き止まりじゃない。ここまでのなんかそのなんで僕の経験として、このトゥメールの聖杯が、あれでしょ、旧市街のところの、血に乾いた獣でしょ。で、このやめるローダンが今さっきのこの、アメンドーズで、伊豆の大聖杯っ
ていうのが、これが星の娘だったっけ。だから全部こう行き止まりなんだよね。で、来なくてもじゃあよかったんかな。まあでもね、見つけてしまったらね、行きたくなってしまうのが、まあ、ゲームをやってる人の、まあ、感覚ですので。結構で22,727。おそらくレベルは上がらないよね。1万も足らんかと。あとは、炎のあれをゲットしたんで、ちょっと炎強化しようぜ。どれだ、炎強化のやつ。強化神秘。炎。あれ、炎ってなくね？取ったよね、炎の強化の結晶石、炎のやつさっき取ったよね。あれないな。三角だった？三角、神秘、全強化、あれないな。あれ取ったと思うんだけれども、鋭いとかね、重いとかはあるんですが、炎だけない。これ武器がっていうことじゃないのか。銃じゃないもんね。あれ、形が違うんだ、これ。ああ、このなんか、鎌みたいな、この形じゃないとダメだね。ああ、形状が欠損のやつじゃないといけないんだ。なるほど。じゃあ、炎は、パス。そしたら、どうしようか。なんか、こっちを買おうか。ね、防具とかね。お、で、これでカラス全部揃った。いいな、カラス全部揃ったで、これで。わあ、かっこいい。ちょっと今日これでいこう。イエーイ。どうやってる？何もなし。じゃあメルコの中腹からですね。悪夢の主ミコラージを倒したところの明かりから行こうと思います。はい。いやー、なんか一発目だったな今日も。でも一発目だったら気持ちいいね。ドタンこっちから来たらね、なんで外に出るか。サメル号の中腹でございます。なんか言ってるよ、いきなり。なんだ、犬カラスっぽいよな、こんな気がする。あー、やっぱりな、犬カラスとカラス犬両方いるわ。痛い。大苦戦です、カラス。あ、こっちもカラスなんですけどね。塊にこう、塊じゃないんだよね。なんか岩とかなんか欲しいんだよね、次ね。もうあの最終強化の段階まで来てますんで。また、あ、なんかいるわ。お、エレベーター。これどこに行くエレベーター。下に下っていって、
こはどこですか？お、ちょっと。はいはい、ミコラージュの前のとこね。で、これ下に行くと、一番最初の、あの、メルゴーの博務のところの、とこに行くってやつですね。あ、これ扉がないのか。で、あ、今のとこ行ける？なんかちょっと今のとこ行けそうな感じだった。おっとおっと。だからこれ扉壊れてんのか？これだけ。ちょっとちょっと行きますよ、兄さん。これは。ここだ！よいしょ！イエーイ！着いた。なんもなかった。これは、隠しルートが。あ、宝箱。病巣の臓器。聖杯で使うやつですね。おお、なんかまた向こう建物あるぜ。なんか今、いや。うわぁ、なんかこれ前回見たなぁ。これですよね。先手必勝ですからね、これね。この装備は強化できてるのかな、ちゃんと。いきますよ、じゃあ精度で。こんにちは。あ、なんか来るんだって。あ、でもね、発狂に対してこれ強いかも、装備。はい、はいはいはい。結構耐えたよな、発狂に対して。この装備カラス。はい、それで今日の一発目の死亡もこいつですね。こいつはちょっとどうも苦手というか、なんかなんでしょうね、メンタル的にこっちを発狂を誘われてるのか。なんかいつも通りプレイができないのかどうかという感じですけども、このね、犬カラスたちは無視していきまして、鳴いているところのここの中何なんだろうな。あ、ここもショートカッツなのか。わあ、これ何、ショートカットいっぱいだな。こんないっぱいだな、ショートカットは。そしてここは一番下というか結構下が上がってくるんで長いですね。そしたら一回下まで降りて上に登ってくるときにここに入ればいいんだな。そしたら次はいちいちね、上にこのエレベーターを上げてから行かなくても OK。 はい、よし、OKOK。 さあ行きましょう。あいつが持っている血の石をまずは回収するところですね。向こう、あれ、遠ざかってるもしかして。いや、こっち向いたよな、怖っ。戻ってきた。これどこからさ、またなんか、あの、何、あの、なんか槍みたいなのまた撃たれてなかった？あれで発狂が助長されてる感じ。はい、避け、今避けたじゃん、絶対俺。早く逃げて、一回逃げて。
あ、死んじゃうの今の。飲めなかったかな。はい、ロストでーす。捕まっちゃダメだな、やっぱな。今、かわしたと思ったんだけども。まあでもね、さっきこの、装備で全部、大体の血の石は、使ったんで、もう全然いいんです。そこにいますね。まあこれなんと真実なことにね、このエレベーターがねかなりゆっくりなんですよ。なのですごいね、あ、来たって思ってからこう行くんで全然 OK なんですね。なんだけど、まあね、移動が、まあ、遅いというのって、ね、上に戻していくのはちょっと大変だなっていうような感じですけども。なんとかね、やりたいな、一発。バレる。引き込ませることに成功。なんで吸い込まれるっていうの、今絶対。逃げて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 飲んで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 、はい、倒した。あ、遅かった。発狂した、発狂したって。水銀弾ね、はい。で、こいつ倒すと復活しないんだよね。なんかね。お、アイテム。建造のスキル11だって。ついに10がマックスだと俺勝手に思い込んでいたんだけども、ついに 10? 待って、今2体ぐらいだよな。そうだろう？ここに1体と、2体か。とりあえず今見えているのは、割れてる。割れてる。はい、かわした。 OK。 遅いんだって、いつも飲むのが発狂のやつ。発狂してから飲むがないとな、全くもって意味がねえ。あとこいつ、こ、あとこいつな。はい、これはちょっといっちゃうかな。生きてない。今、ま、迷ったんだよね。そのままいっちゃおうか。多分こいつは復活しないと思うんで、まあ、あそこの3体目のね、今やられたところまではスムーズにいけるかなと、ね、思うんですけども、あそこに一体何があるのか、あそこは一体どこにつながっているのかってことですね。つながっているのか、それとも全くもって新しいステージなのか、あれなんだ、教室かな、もしかして。え、待って、復活してるんですけど、こりゃ全スルーだな、もうな。
もうその全スルーをするためのこれは多分この岩なんだと思う。あ、雲だ。え、待って、人をこの顔をしてるこいつ。え、誰？あれ、学長みたいなやつがいっぱいいるんだけど。え、なに？学生もしかしてみんな雲になっちゃった感じ？え？どういうこと？だって状況が飲み込まれてた。え、何この 雲人間、かまじい大量発生なんだけど。ちょっと水銀弾、うん、なんすかなんすか。え、またボスっぽい雰囲気出てるよ、ずっと。あ、エレベーターだ。エレベーター？え、あ、無理やっちゃった。エレベーター押すとガガガガガガっていって、ええ、なんか、あれ絶対ボスだ。あれ絶対ボスだよ、もう。あれ絶対ボスだって。あれ絶対ボスだ。で？で、これどうすんの？下じゃないでしょ？そっから来たんだよね。どっかに別のルートが、あ、これで下に行けってことだよね。えい、痛い痛い痛い。もうどっかに発狂がいるぞ。また、え、ここの雲は普通の雲だ。まだどっか発狂がいいんぞ、これ。発狂する。あ、ギリギリしない。今日飛び面かな、向こう側にいいんだろうな今日は。え、これさっきの入り口だよね。なんか入り口入ってきて、さっきのをガラガラってやって、なんかでかいのが下に落っこったから、これ道が変わったんだ。ああ、なるほど。で、ここ渡ってけということね。あ、だから。だからやめて。はい、今日、はーい。おー、人生罪ないよ。ババアからまたもらってくるのか？なんかババアの鎮静剤はこれのフラグだったってこと？わかんねえよそんなんな。鎮静じゃねえさ。なんか他ないの発狂しなくなるってやつ。40でしょ、マックスだわこれ。56だもんね。あ、60かな。か、頭はカラスで、あとは全部肺が一番強いんだっけ。今日はこの肺の仮手袋、これが一番強いんだよね。
ただ変な人はまだな。なんだこいつって感じで。まあね、行ってしまったにはね、しょうがないからね、まあ、向こう行くしかないんですよ。さあ行きましょう。ちょっと一回ね、落ち着いて。まさかのあいつが復活するっていう、このメンシスの悪夢では復活するという、まさに悪夢ですけども、これが危ね。なのでちょっとなんとかこれをねかわしながら先に進んでいくしかないかなということで、現在時間の方が30分、ということで、だいたいここら辺で、まあ、掘り返すわけですけども、なんとかね、次をね、次のところまでちょっと、まあ、たどり着きたいなというような。感じですよね。で、雲がいっぱいいる。階層が違うんだ、やっぱり。で、下の階層に行く。まあ、普通に追ってくる。こう、落ちる。こっちの外はどこ行くの？ここは俺の行ったことないような場所だよね。あ、めっちゃ、アイテム落っこってるゾーンじゃん。神秘の結晶、知恵、しかも上位だもんね、上位の知恵、上位の知恵、めちゃめちゃ知恵が起こってる、知恵、こっちもある、結実の濡れ結晶。またどっかのショットカットじゃね？あ、鉄扉の鍵。あ、ミコラージュがくれたやつ。ここはどこなの？そもそもここはどこ？あれ？これボス戦の真っ只中のところだね。あ、これ入り口のところか。わかったわかったわかった。この緑のやつだよね。あれあれ、これ下行ける？あ、行ける。あ、あれ、こっちから来たんだっけ。ここはここだね。さっきのとこ下に、一番下に降りて、ここから入ってミコラージュだったんだけど、ここの、あ、ここのあれが壊れたってことか。で、壊れて、あの、橋なくなっちゃったから、こっちから行ってねってこと。で、OK。じゃあミコラージュのとこからもうスタートして、ここ入って、どこだよ、これ曲がるの。三つで、ここか、ここ鉄止めようか。で、こっから出てきて、さっきの、あの、発狂ゾーンを通らないで、ショートカットして開きましたよっていうことで、よろしいのかな？
OK の、それはそれで非常にありがたいんですけれども、まあ、ここに発狂がね、いるので、その発狂のところへちょっと行って、まずは発狂を倒すところから、スタートしましょう。かわすー、はい、かわすー、発狂する、あぶねー、シュートがタップ、水銀ランゲット。で、宝箱をオープン。はぁ、しんどい。聖火の鐘、なんか手に入れたよ。カリウドの秘術、なんかアンロックした。すべての巨人に生きる力と治癒の効果を。あー、生命の粉塵みたいなやつかな。協力しないんで僕には必要がないんですね。で、これ次どこ行くん、下行ったら多分死ぬで。で、あいつはどこに落っこってたの、落っこっていったんだろうね。あの、なんか変なブツブツの肉の塊が。それがわかんないんだよな。だって多分落ちたら死ぬでしょ。ここに落ちたんではないのか。ここって行ったのか。はいね、行ったっぽいような雰囲気が出てるけど一体どこだかわかんないんだよね。僕は扉を見落としているとか。またなんか地面に穴が開いているとか。そういうのはない。じゃあここはこれで終わりっていうこと。ここからね、こう上から落っこってきたとこだもんね。じゃあそういうことでいいのか。今どっか下に行ったらそのやつがどっかにいるとかっていうこと。ちょっと下を行ってみましょうか。まさかここじゃないよね。ミッコラージュ戦のところの、ところを行くと、どうだっけ。ここ行って、この下とかじゃないよね。で、この下結局なんか、アイテムがあっただけの場所だもんね。で、また、あいつだが、まあ、いるよな。無駄にね、攻撃力だけ高いんだな。あ、じゃあ調子乗るかな。ほらほら調子乗るかな。でも下行き止まりだったよね。でもあそこね、どこ
どこの穴に落ちたんだろう。ちょっと戻るか。どこら辺から行くのがいいのかな。とりあえずふもとあたりからちょっともう一度、行ってみましょうか。でも穴の中に落ちたんだよね。穴が開いてるっていうと、そのこの建物の中ぐらいでしか僕は思いつかないんですけど、はい、この下のとこに一応穴っていうかね、穴が開いているゾーンがあったので、このエレベーターはなんじゃ。これ初めてだぞ俺。ちょっとあ、見つけた。これだ、これで下に行くんだ。はあ、このエレベーターは初めて見たぞ僕。あ、暗闇バグったのかなって一瞬思っちゃうよね。え、着いたよ宙に浮いてる。え、何、なんか見えないやつってこと。見えない床ってこと。え、踏み出すよ。せーの。あ、あれ立ってる。とりあえず進むよ。ない。ちょっと待って、待ってこれダメだって。ちょっと痛い。なんかうわうわうわ。ちょっとダメージ当たることできる。え、なにこの眼球野郎、眼球マン。何にも攻撃してこないんだけど。怖い。怖い。半分いったらなんかでかくなるとかそういうんじゃないよね。痛いなぁ、そうしても。ずっとこっち見てるんだけど、こいつ。もう一回。生きている紐。聖杯のやつじゃない。
帰る日も今これ何のアイテムだった？え、聖杯じゃないの？あったあった、あんじゃんあんじゃん。メイジズ悪夢で得た巨大な脳みそは確かに内に瞳を抱きだが完全な出来損ないだった。瞳は邪眼の類であり脳自体は腐りきっていた。しかしそれはやはり上位者であり異物を残す、特に生きたものは真に貴重だった。これはもうこれで終了なゾーンってこと？じゃあこれはこれで終わりか。そのエレベーター乗って帰るか。これで帰るよね。はい、ということでこちらのステージ終了ですね。へえ、すっげえ最初びっくりだな。いやー、まさかあんなね暗闇で急に出てくるとは。これでじゃあさっきのとこへ戻ります。46分か、微妙な時間ですが、ちょっとまあね、今行けるところまでは行きましょう。この上ですね。ではではでは、こっちは謎、多分こっちはこの後のショートカットなんでしょうね。で向こうへ2人かな敵いますので、まずそこから倒していきたいと思います。上に、あ、3人だ。はっ、ファイアボール、メテオレインだ。あ、降りてくる。そんな強くないな。あれ、これってさ、あれじゃないの、ヤーダムの影。3人じゃない？だよね、このなんか極限使いと火吹いてくるやつ。極限使いは先に、これで内臓で倒すの、こうやって。一撃で、この刀、おお、かっこいい、その刀ください。いや、まあな、一撃で倒したからな、こいつらはな、一発撃破だったんで、まあ余裕っすよ。ヤーダムの影かける3でしたね。はい、では下から先に探索行きましょうか。多分上が正規だよな。まあ、下行き止まり、あ、上からこれ多分落っこってくるんだな。じゃあ上行って多分下に降りて、なんかアイテムがありますよって。豚だ、でっけえ豚いるけど、先にこっち行きます。下降ります。結構さっきのところね、あ、ミスった、これ反対側、まあ、向こうにも空いておったんか。それはまあ帰りでいいでしょう。こちら側から行きまーす。あ、勝てー、塊3つ、ありがとうございます。ここは何にもいない感じ。上で走ってんな。あ、またメテオのやつだ。またヤーダの影。
なんだなんだ、また山の影がずっと行くとなんだよ、また生き返ってくるか。だがしかし、また内臓を攻撃で一撃なのである。メトさんもお疲れ様でした。で、アイテム、また血の塊いっぱいじゃないの？ちょっと。え？ヤーナムの影、4人になってる。いや、そういうとこなの、ここは。4人に増えてますよ。ちょっと、ヤーナムの影、かけ4。これね、1人ずつね、相手したいですね。ですね、まずですね、剣からですね。で、内臓で、とりあえず一撃観察。で、こっちの剣だよね。内臓で観察。で、こっちですね。極限っていうか、極限したもんですね。で、こっち内臓で観察。内臓安定だな、ちょっとな、このゲーム。てか、ここ。ヤーナの影。多分ね、ヤードの鍵はね、内臓ですよ。OK、いっぱいゲット。月面の湖で見た。ああ、花嫁さんだ。何を見てるの？こんにちは。やっぱりお腹赤い。あの上を見てるの？何かいるの？エレベーターっぽいのはなんかあるよ。わあ、めっちゃ光ってるなー。てか発光してんな、このな。わあ、すごいー。先へ行きましょう。ちょっとね、時間もないので。じゃあ建物の中と宝箱。これだな、ランプを見つけるか、死ぬかしないと終わんないぞ。不正可能、輸血液。感覚効果が高く、より大きな HP を回復すると。これじゃね？さっきのところのエレベーター。これで、帰ってきた。じゃあもう終了じゃん、これ今日。イェーイ、じゃあ終了でーす。行き過ぎた。フォー！毎回ね、イエスをね、押せていないんだよね。はい、ということで、レベルも上がらないので、このまま終わります。はい、では、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらですね、チャンネル登録や Twitter のフォローよろしくお願いいたします。ではまた見に来てください。ありがとうございました。